お疲れ様です、早番で残業、そして角ちゃんのところから帰ってきました。今日の晩御飯は、ご当地の味、青森スタミナ源タレ&ガーリックです。ちょっとスタミナつけます。今日30分残業だったんですけど、あのね、30分がね、いい感じでしたね。あの、結局ほら時間潰さなきゃいけないじゃないですか。なんで、あの、30分残業してゆっくり行ったらちょうどいい感じでした。でね、角ちゃんがね、待っててくれてました。嬉しいです。ではこれからレンジで3分温めます。で、今日は帰りに、あの、久々にファミマに行ったんで、あの、Lチキとこのね、ジャンボフランク買ってきたんで、これももうめんどくさいんで、ワンプレートで食べます。いやね、今日ね、ほんとね、着いたら、もう加藤ちゃんがね、喫煙所の前に待ってたんですよ。で、まさかの3杯です。多分、何も食べてなかったのかな。まだ NPO の人が来てないのか。あの、加藤ちゃん1杯目食べて、まあ、2回目は絶対食べると思って、また普通、あのね、ちょっと多めにあげたんですよ。ほんで、まあ、食べ終わってちょっと余ったんで、それを、あの、お計算のところに置いてあげようと思ったんですよ。そしたら加藤ちゃんが走り寄ってきたんですよね。で、それもチュール食べた後だったんですよ。えっと思って、まあほら、で、残したら残したで、また、あの、お計算のところ置けばいいだけだから、あの、普通盛りであげたんですよ。そしたらバクバク食べてました。びっくりしました。もう嬉しいです、食べてくれて。やっぱりね、あの、俺もう本当に明日も早番なんで行けるんですけど、あとね、東部に行けないんですよね、もう今月は。だからあげれる時にちょっとあげたいんで、まあ、明日も、あの、大量にあげてきます。多分10日ぐらい会えないのかな、加藤ちゃんに。だから、これを見てる NPO の方、どうかよろしくお願いします。ほんとね、加藤ちゃんかわいい。ほんとにお目目クリックリで、ほんとに飼ってあげたい、それぐらいかわいいです。あ、暑かった、ほぐすの忘れてた。べっちょりくっついてるよ。こう、めんどくさいんだよね、ほぐしたりするのが。楽にできるから仕方ないんですけどね、こればっかりは。今日でもね、この前3人前だったから結構ね、大変だったんですよ、前回パスタ作った時。だ、今回、あの、2人前なんで、そんなにね、きつくないはずなんですよね。でもね、結構やっぱね、端がくっついちゃうんですよね、結構あっつい。あーね、ほら、寝ないで城ヶ島行ったじゃないですか。で、次の日も、あの、早番で朝早かったじゃないですか。あのね、やっぱりね、寝てないと次の日がきついっすね。今日ね、起きるのが辛かったです。皆さんの動画を見れなくて、あの、まあ、朝珍しく、あの、なんだっけ、食堂が電波ギリギリ入ってたんで、なんとか見れて、コメント、あとコメント返しもできたんですけど、本当にね、疲れがね、ピークって感じですね。ではちょっと残りの時間チンします。あ、そう、この前の台風とか嵐か、ほんと猫ちゃんたちお腹ペコペコでしたからね。カドちゃんもちょうど、だからその次の日か、カドちゃんのところ行ったの。カドちゃんもね、めちゃめちゃ食ってましたもんね、昨日か。だから、あの、誰かがあげた後に俺のご飯を3杯プラスチュールで、今日もチュールあげてきて、やっぱチュール違います。俺ね、加藤ちゃん頭いいっすよ。俺が着いた時に若干まだ雨降ってたんですよ。で、あの、シャッター閉まってたんで、あの、その喫煙のあるちょっと屋根になってるんで、そこであげようと思ったんですね。そしたらもう、あの、タイヤの右側でもう待ってました。まあ、明日の朝動画あげますけど、あ、できた。湯切り終わりました。あ、よいしょ。
あ、2人前だからそんなにいっぱいになんないから楽っすね。よいしょ。そしたら、このガーリックソースかけます。疲れてる時はニンニクっすよね。青森のニンニクっつったらね、もうブランドですからね。青森修学旅行で行ったな、高校の時。修学旅行なのにうちら体育科ってことがことで、俺ら朝練やらされまして、だからグランドのある十和田湖のホテル泊まって朝練ですよ。だね、青森はね、なんか楽しい思い出ないんだよね。きつい思い出しか。よいしょ。あとはなんだっけ、ふりかけ、ふりかけじゃねえや、このトッピングかけまーす。明日加藤ちゃんに会ったらもう当分会えないから、本当に明日は加藤ちゃんにいっぱいご飯あげてきます。まあそこだったらカラスにもね食べられないし。そう、カラスに、あ、すげえいい匂い、これめちゃめちゃいい匂いですね。やっぱ青森だな。よいしょ。トッピングはいい、これだけトッピングしよう。で、トッピングにあのファミチキ乗せます。完成です。青森スタミナゲンタレの、ガーリックパスタ、ファミチキ付きです。あとジャンボフランクです。では、いただきます。